岩木秀樹は発言いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。最後に演奏する曲は夏音と優です。夏音は夏祭りの音に徐々に人が集まり、最後は夏の夜のように激しく演奏します。お囃子と音太鼓のフレーズが入っています。優は遊ぶと書いて優と読みます。その名の通り奏者全員笑顔で演奏します。2曲とも笑顔で演奏する曲なので、ランナーの皆さんに元気を与えます。今日は外での演奏ということで、屋内より音が飛んでしまうのですが、その分力を込めて演奏しますので聴いていただけると嬉しいです。それでは夏音と優、お聴きください。
Thank you.